皆さんこんにちは、はい、この動画からですね、エピクロス学派と呼ばれる学派の、まあ、紹介に入っていこうかなと思っております。前回まではね、スト学派という学派の、ね、思想についてお話をさせていただきましたけれども、今回は、今回からエピクロスという話になって はいでえっと、最エピクロスワッに関しては最初の動画になると思うので、まあ、その外観をこの動画では、ね、していこうかなと思っています。で、えー、ここで紹介する、ね、この動画で紹介するまあ一つ一つの、ねまあ、彼らの主張の軸を紹介しますが、まあ、それを以降の動画で、うん、あのもう少し深,く深めに、ね、入っていくそのような形態を取、ね、っていこうかなと思っているので。 まあご興味がある方はね、す、え、べ、ー、て、すべ全てとは言わずともあの、興味がある分野に関してはね、えー、視聴してくれたら嬉しいです。はい、で、また、ま、まあねあの、またこういった系のね、思想系、手学系のね、動画もね、順次上げていこうかなと思っているので、そういったものに興味がある方はね、ぜひね、チャンネル登録とかもしてくれたらすごく嬉しいです。はい。まあ、こういった動画だけじゃないですよ。このチャンネルで出してるのでね。うん。あの 他にも、えー、私、J はないんですけれども、友達がね、あの一緒にチャンネルを運営させてもらっている友達が一人いるんですけれども、もう一人いるんですけれども、あのその人はね、本当に面白い動画、魅力的なね、アート系の動画だったり、あとは本の紹介だったりということもしてくれているので、うん、すごく面白いです。ですので、そっちもね、興味があったら見てみてください。 はい。それではじゃあ、えっ、ー、と、主題に入っていきますけれども、今日はさっきも言いました通り、外観という形でやっていきましょう。え、エピクロス学派なんですけども、その初めの人を立ち上げた人といえば、えー、その名の通り、エピクロスという形になっていくと。うんですね。はい。で、えっ、ー、と、これはストア学派の説明のね、前にね、あの、ヘリンズムローマ文、ヘリンズムローマ時代、 ういうものを少し外観した外観する時間を取,り取ったと思うんですけれども、はい、そこでもの申しました通り、えー、そのエピクロスが生まれた時代っていうのはでなおかつヘリニスローマ時代っていうのはやはり混迷期ギリシャの混迷期にあったということが言われるんですねでエピクロスもその例外ではなくて彼が生まれた時ももちろんその混迷期にあったとでポリスってものね、えー、その前からあったポリスというもの共同体 がね、やはり崩壊しつつあった。そういった混乱。そういった意味で混乱をしていた。うん、だからこそ、この時代の哲学者たち、倫理学者たちは、うん、やっぱりその倫理学の方ですね。哲学者たちはその倫理学の方に流れて、そういった思想を、えー、そういった思想に重点を置いて、いかに生きるべきか、どのように生ければ幸福になれるかと。うん、そういうようなことを施策していったということなんですね。で、エピクロスも、うん、その例外ではないということです。はい。で、次に述べる、あ、じゃあ、先にそっち行こうか。あ、ピロンってなっちゃったよ。うん ヒロンでなっちゃったよ。ミムラみたいな。サマーズのミムラさんみたいなツッコミになっちゃったけど。<laughs> そういう話だね。エピクロス中のね、あの、エピクロスですね。その子孫のエピクロスはあの、このサモスって場所で生まれたということなんですけれども、あの、ただ主に活動したのはね、あ、これ、ヤリュシるかなあー出た、ね、ヤリュシテルその主に活動したのは、このアテナイって場所なんですね。うん。まあ、アテナイはね、すごく有名ですね。プラドンとかもいたんだね。はい。えー、ですが、サモスで生まれましたということです。 で、この地図の引用は書いてないんですけど、あの、熊野澄彦先生の、えー、岩波新書から出ている、古代、えー、っと、西洋哲学史の古代から中世までの方ですね。はい。あの、それに、で使用されていた地図を引用させていただいております。うん。あの、引用がね、ここに書いてないのがね、あの、要は、これ171ページって見えると思うんだけど、スライドのページ図がね、このスライド内で、このパーコ内でね、いくらでもこの、 地図を使ってるので <laughs>、一番初めのやつにしか引用を書いてないんですね。はい。ですので、その点はちょっと許してください。はい。口頭で説明させていただきました。はい。じゃあ、ちょっと戻ります。で、えっと、彼らがまあ活動したのは当てないと。主に当てないですと。で、当てない、まあ、その庭園ですね。え、プロスの庭園に、まあ、その学園というものを建てたと。で、そこでまあ、主に彼らは活動していったということなんですね。うん。 まあそこはいいでしょう。だからまあこの庭園っていうのは割とエピクロスを語る上でね、何か言われたりしますね。まあ、エピクロスのそのかね、そう、まあ、庭園の主だったり、そういったことを言われたりします。はい、ちょっとコーヒー飲みます。はい。で、えっと、ストア学科とこれは同様なんですけれども、エピクロスもね、哲学というものを分類してますで。なおかつ数もストア学科と一緒で3つ。 で、実は名称も一緒だったりしますね。<laughs> じゃあ何って言うと、その3つは、2、えー、つ目に論理学。これは基準学って呼ばれたりもします。エピクロス学科に関してはね。論理学。そして2つ目に自然学。で、3つ目に倫理学ですね。この3つに分類したということだと。だから、まあ、このエピクロス学科の紹介として、紹介動画としてはね、この3つをもう少し、ね、詳しく見ていくというような動画を、ね、作っていくつもりです。 ので、まあ、興味があれば見てみてください。何回これ言うんだって話ですけどね。はい。あのです。で、えっ、ー、と、今から言うことは、えー、自然学、主に自然学にね、どっぷりと関わってくるようなことなんですけれども、んデモクリトスと呼ばれる哲学者が提唱した、その原子論という思想がね、実は根底にあるよということなんですよね。はい。 デモクリトスは聞いたこともある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あのソクラテスより前に、ね、何人か哲学者は、ね、いましたけれども、ね、ソクラテス以前の哲学者はいましたけれども、あのそこに属する哲学者の1人ですね、デモクリトスもね、はいで。やっぱりデモクリトス言えばここにも書いた通りですけれども、その原子炉でやっぱり有名になってくる。 原子論といえばどうでしょうかね皆さん何か思い浮かべることありますか原子論といえば、うん、原子論といえば、やっぱりその、機械論的な世界観というものがやはり、えー、そのね、話題になっていったり、と、えー、りあえず使われる分野としては大きくなっていったりするかなと思いますが、やっぱりそこの思想もね、えー、エプクロスはデモキリトスを継いでるわけですから、その原子論を継いでるわけですから、やはり関わってくることになります。はい。で、まあじゃあそういったものが自然学の基盤になるぞということです。 もう少し詳しくは、えー、その自然学の動画で話します、はい。で、最後になりますが、倫理学、これは倫理学の話になりますが、倫理学においてね、彼らが提唱したことは快楽主義なんだということなんですね。快楽主義。ヘドニズムといいますが、快楽主義を推し進めた。うん、ただ、ここで言う快楽っていうのは、もしかしたら今私たちが思うような快楽とは少し違ってくる快楽になるかもしれませんので、ねうん、あの興味、ちょっと違うの っていうねちょっと関心を持っちゃった方は見てみても面白いかもしれません。そこをね。うん、でなおかつね、この快楽主義に関して言うとね、あのさっきも言いましたけれども、その共同でチャンネル運営させてもらっている友達がね、ゆっくり解説で快楽主義、エピクロスの快楽主義についてねお話ししている動画があります。 うん、動画を作ってます。ので、で、なんか、やっぱ、それ面白いんですよね、とっても。うん。あの、ボケとかも絡めつつなんで、そう。私みたいにこんな堅苦しく喋ってないので、うん。あの、その点ですごく面白い、入門的にね、えー、聞けると思うので、ぜひね、そっちの動画を見てみてください。なんかね、あの動画は、なんか、私たちの動画、私たちのチャンネルの中でもね、相当伸びてる、よくわからないけど、相当伸びてる動画になってるので、うん。<laughs> ぜひ見てみてください。はい。えー、まあ、そんな形でね、えー、まあ、外観で、スパッと。 何か主題となりそうなことをね、エピロス学園で主題となりそうなことを述べていきましたけれども、詳しくはね、それぞれの動画で見ていこうかなと思っておりますので、ぜひそちらの方もね、ご覧になってみてください。はい。じゃあ、それでは今回は、今回の動画はこれで終わりになります。ありがとうございました。